負けてるけど。あれ誰かな。いや、最初のはミスで、2個目のは5番、5番、伊藤さんからだ。彼との勝負を楽しみにしてたんだよ。3打席連続三振。最後のカーブです。疲れました。ありがとうございました。いつもの人、いつもの人、母さんが来てる。ありがとうって言われないで。サービスありがとうございました。いやサービスあるよな、入ったよ。あれは入ってますね。入ってますね、うん、あれ何 DH なの。あれちょっとね、一番右から投げた。さあ取っとこい、取っとこい。先生すいませんね、今日迷惑かけちゃった。あのね、シッパーも言ってたよ、ここはね、外野が見えない。全然昨日相当言ってたんだよ。2回やって相当へこったから。浮き間はダメなんです、本当に。いや彼を3打席連続三振したのはもう救われたな。今の3打席連続だったんですか、彼、うん、あのバッターよく来てくれるんだね、うん、すごい、もう10割ぐらい打たれてたね。うちの対戦相手の時にたまになんか応援で来てた。あ、そうなんですか、うん。さあ、出よう出よう。もう彼との勝負は本気だったからね。あとはほら、遊びだから。打たれてっけど。負け惜しみ。負け惜しみ。遠吠えだ、遠吠え。遠吠えだよ。あ、15番あるからよ。ちょっと渡辺君はもう試合関係ないから、もう僕2安打してるから、みたいな。いやいや、今のはね、ちょっと目をかけました。ちょっと、なんでこの回り込んだの。今のは正面じゃん。あー、頼むよ、バッチ。スタートがちょっと右行ってたもんね。そうなんですか。あ、なんでって思ったら、戻ってきたと思ったら抜けちゃったね。打球が速かったもんね。じゃあ、速かった、すみません。ちょっと、今日バツ2だったな。バツ2だ。完封負けは避けましょうよ。奥さんどう、生まれた。まだですね、うん、今もう里帰り中で。あれあれあれ、来てるよ来てる。お前、お前、名前どっちなの。男です、男。ここのチームはみんな女の子。みんな女の子ですからね。男か。男。あ、わざダメよ。田島さん家だけですか。そうね、田島さんとこだけだね、うん、そうだよ、ダメだな俺は。おばあさん、罰消してよ。え、あれ、お忘れてる、お忘れ。さあ、出ましょう出ましょう。あれあれ、もし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 おばあさん内野安打。おいいよいいよ、落ちろ落ちろ。お母さん、ゴー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 。はい、2つ。遅い遅いだ、すげー遅い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 よ、本当に遅いか、すごい遅い。まだタッチしてないっしょ。間違えたー。ちょっとさ、セーブだと思ったら。あれ、俺より遅いよね。遅い遅い。なんか以前もこんなような光景を見たよ。デジャブ。いるよ、ルシー。どんまいどんまい。ルシーいるよ。今セーフでした。あれさ、セーフだよ。俺より遅いよね。遅い遅い遅い。そんなことないから、今セーフだ。セーフでしょ、あれ。タイミング取れたね。タイミングアウトだね。タイミングアウトだけど、俺の伸ばした足も早かったもん。勝ってんだからさ、なあ。なんで勝ってんだよ。おっしゃー、入った入った入ってたよ、あれ。回れ回れ、あれ、おばあさんの足の遅さでも大丈夫。ほんまで、ほんまで。結果論、結果論。また遅いな、でも。まあ、ストップ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 。遅すぎんだよ、もう。だからダメ。最後でしょ、ダンベルショーって走ってんのか、あれ。だってセカンドからスタートしたんですよね、あれ。そうそうそう。
この間も同じだよね。うん、この間も同じ。ノータッチで。そうだね。そう、あ、タッチはした、タッチはした、今日は。今日はタッチはしたけど、うん、足の速かった。いや、タッチは後ろから入ってる。こっちの分かりやすいようにこっちから入ったんだけど。その音をやめて。おかしいな。納豆は嫌いなの。まあ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 。もういいや、負けてるからどっちだ。これギリギリだったんだもん。いやでもそんなに悪い口にしないでしょ。全然悪くない。あれ割れるな。打たれてんのはしょうがないよ、もう。だってデッドボールない。デッドボールじゃないでしょ。エラー守りないもんね、今回エラー守りないもんね、あってな前回はなかった前回は前回よりは気がついたエラーの度合いがねなんだそれプライドねプライドないよなんだ全員勝ってんの2回連続でしょ。ああ、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 ファイト！ 気分がいいな。 確かに。